今回は、ブランブラン、三両キャラクターズ2、全4種。ラインナップは、ポチャッコ、タキシードサム、バットバツマル、ハンギョドンの4種類になります。で、今回出たのは最初にハンギョドン、続いてタキシードサムが出ました。で、正面、横、後ろ、で、また横。ブランコを連結する場合は、四条パーツが出ます。こんな感じ。続いてハンギョドン、正面、横、後ろ、で、また横。ブランコ一つだけの場合は、連結パーツの部分。 こちらだけが余剰になります。で、動画の後半は作ってるところをご紹介します。最初にタキシードサム、こちらを作っていきます。ブランコははめていくだけなので、そんなに難しくはないんですけども、方向を間違えると入らないので、その点だけ注意しながら作っていってください。で、一つ目完成。で、二つ目作っていきます。で、二つ目を連結したい場合は、できている側から中心に作っていった方がいいと思います。で、最後にいつも通りトンとして置いていきます。 で、続いて、ハンニョドのブランコも作っていきます。こちらはシングルなので、そんなに難しくはないです。ちょっとチェーンの部分がずれてたので気になったんですけど、座る板のところ、こちらの部分がちゃんとハマってませんでした。ここまでできたら、ハンニョドを乗せて、で、最後に、トンとして、完成です。ということで、今回は3両キャラクターずつ、ブランブランをご紹介しました。連結、どのぐらいできるのかちょっと試してみたいんですけども、今回は3回だけやってきました。また機会があれば、やってみようと思います。 気になった方はお試しください。